半馬岩先生です。半馬岩先生のインジベーターですね。未来を読めるインジベーターです。で、こちらの勝率は 57.0% ね。57.0%。実質このシグナルはね、このシグナル出てますけど、19回シグナル出てるんですね。1万80ライン前からですね、ここラインのね。で、84.2% なんだけども、それで、この幅の平均ピプスが 2.7 ピプスですね。こう、たくさんあるんですけど、このね、インジケーターのこのシグナルですね。で、実際今後は 57.0% って出てます。これタイムマシン変数を使って計算してます。 57.0% 現在 84.2% ですけど、よくね勝率 90% とか 80% とか言ってますけども、実際はこんなに 57.0% と落ちますね。このようにこれ勝率 90% なんですよ、このシグナルですけども 56.2% となってます。これ84でこっちの方が低いのに大して変わんないですね。これ 91.7% 勝率 59.6% ですね。で、こんなの買わないとか言う人いるけども、買える人いませんよ、こんなのは。これ世界の長寿番付の資産ご存知ですか？アマゾンさんでも8兆円ですよ。資産8兆円ですよ。これ、このインジケーターは30兆円です。このソフト1本ね。1本のパソコンの使用量で30兆円ですよ。世界の億万長者の財産の3倍必要です。これを手に入れるには30兆円ですから、このインジケーター手に入れる。未来を読めるタイムマシン変数が効く分析法でね、次稼げる勝率が分かっちゃうんで、 57.0%、56.2%、59.6% ですから、わかります？現在の勝率は 84.2、90%、91.7% なんですね、このシグナルは。他は出てないんですね、見つかってないんですけども、3つの通貨、CHF、JPY、ユーロ、AUD、ユーロ、JPY ってありますね。タイムマシン変数で先のことが読めるわけですね、これはね。で、このソフトの1台のパソコンでの使用量は、ね、10年間で30兆円です。このインジケーター30兆円。買わないとか、ね、ガガ言ってくんだけど、買わないとか言ってくんだけど、買える人なんかいませんけど、何を言ってるんですか。お金持ってる人なんていませんわ。世界一の億万長者だと思ってないんですよ、長寿の。その3倍必要です。だから私が世界一の億万長者なんです、実際はね。それを説明してるんですけども、お金の都合はね、仕事ですね。仕事して得てもらう。57.0%。ね。と僕、肩こり機じゃないけど、足のマッサージを、ね、ブーブー鳴らしてますけど、ポカポカとね、足のマッサージやってますね。で、このように 59.6% だよっていうふうに先が読めるわけです。このタイムマシン変数っていうのが組み込まれてるんですね。現在 91.7%、12回投資されてると。1万80ライン前、あ、1,
1万80ラインを見てる中でね。で、例が13ですね。13周期、周7で出てから13個目のラインで判定してますよ、と。分析はね。というように、このように勝率が出てるわけですね、私の場合でも。これは、現在の時間で10時8分ね。これは、ここのプロバイダーの時間ですね。現在の時間は、こうです。夜の7時8分になってます。ね。これ買え、これ、買わないとか言って、何を言ってんですか。買わないなんて言って、何を、30兆円ですよ。これ今アマゾンさんが長者、ね、長生きじゃなくて、金持ちのね、その資産の30倍しますよ。30倍ですね。そういうことちょっとお教えしました。どうもありがとうございました。私は2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一なり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半前岩先生です。現在ゼロトレーダーは LX 統一となっています。現在無限に稼げる人工知能で無限に稼げる戦略はまた破られたらまた戦略を見つけ出して無限に稼げるというお金にはお金に対してはもう無限となっております。事実上ね、ということで世界のね長者番付は実際は越してるけれども実際にお金は持ってませんのでこれからは、長者番付の方に、乗ろうということでお金を今度この仕事で入れとこうと思ってます。稼ごうと思ってます。どうもありがとうございました。